商売ロック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 ライブミュージカル商売ロックどこちょうさんへよろしくお願いします。リアクションよろしくお願いします。銀河劇場にてはい、オッケーです。クリーントーク苦手なやつだよ、俺ら。いやね。いやでも、まあ、でも稽古もね、こうやってくれてやってくれてるから稽古もね、何日かやってきまして、はい、まあちょっと仲も深まってきたんですけれども、ね、最初やっぱね、こう初めましてじゃない、そうですね、みんながみんなだってね、ライタ君途中からだったし、そうそうちょっと中からそうそうここ3人で最初ね、あの歌練習してる、顔合わせからここもそんなにね、なんかなんならガク君俺に敬語で喋ってきてたからね、そうそうそう、この間まで敬語だったよ。え？この間まで敬語で喋るの？いやでも未だに俺に敬語だもん。嘘。ベタメビシじゃん。あ。間違いなんだ。間違いなんだ。まあでもほら、あれなんだ。はい。何ですか？顔合わせの映像があるみたいなんで。ああ。振り返ってみましょう。恥ずかしい。どうなんですか？どうなんした？どうなんした？閉めろよ。VTR 振りを。VTR 振りを。俺見ちゃった。どっか。劇中で声。みんな待ってるから。ガクのことみんな待ってるから。はい、VTR まで3、2、1、どうぞ。また流暢です。新しく変わってこっちが良かったな、最高だなって思わせるぐらい熱くいきたいなと思いますので、どうかよろしくお願いします。とても緊張しております。コロナ禍のね、もうなんかしんどい感じを全部吹っ飛ばしてもらえるような作品にしたいと思っておりますので、皆さんたくさん水分とって、たくさん水分出しましょう。よろしくお願いします。暑い夏になると思うんで、暑い舞台をみんなで作りたいと思います。後ろ頑張っていきましょう。よろしくお願いします。僕も考えたいです。仲良しでね。もうすでにこの2日でテンパっております。最後の舞台に行ってもらうと思ってます。よろしくお願いします。トゲの方やったことがあって、その時から本当に楽曲超かっこいいなと思ってたんで、パフォーマンス的にすごい楽しいなと思ってますね。あとギャロップと違って結構人見知りしちゃうので、たくさん食べていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。自信を持ってお客さんに届けたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。少し楽曲の方向に向けて頑張っていただければすごいいい作品になると思ってますので、自分自身本当に至らないところもたくさんあると思うんですけど、ちょっとやれること全部 120% で死に物狂いで頑張りますので、ぜひよろしくお願いします。初めての挑戦でいろいろ手取りやすいところはあるかと思いますが、精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。本当にまだ、はい、まだまだ足りないところがあるので、ところよろしくお願いします。お願いします。全力でふざけた大人の芝居を楽しみたいと思います。みんなで、芝居盛り上げて熱い熱い夏にしましょう。よろしくお願いします。無事に千秋楽まで、皆さんで素晴らしいライブミュージカルをお客様に届けられるように、今日から頑張っていきましょう。一本目で見せてもらいます。よーお願いします。このままだと君たち大学です。大学なんかやったら、こっちに関係できねえ。何のために留年は続けて、6年間も。学割使えなくなっちまえ。くそが。ついてくんじゃねえ。こんな街潰すくらい。俺一人で十分なんだよ。待てって。いいのかよ、ライク。何がだ。俺たちクロノアトモスフィアには契約という名の縛りがある。勝手な行動をして、後であいつが何て言うだろうな。君たち、職業訓練を受けなさい。職業訓練受けますか。
もちろん断れば即刻退学です。選択肢ねえじゃねえか。ゲロが。お前が言うな。今すぐここを去りなさい。何のてめえは。うららぎ先生。おいおい、邪魔すんじゃねえ。そんなことよりヤス。何してんだこんなところで。ヤス君、お悩み中なんだよね。それでもここを待つ続けてくれて、ロックで。それが得意だろ。黒の世界の前じゃ全て無意味なんだよ。確かにそうかもしれない。理由なんぞ考え出したらキリがないよ。威勢がいいね。さあ、始めろよ。ありがとうございました。どんどん行くとこはどんどん行きたいなってイメージで書いてるので、今日は初めて呼んだってのもあって確認しながらもあったと思うんですけど、なんかブワーって行くとこは行くっていうのとかのその辺のメリハリはつけたいなと思ってます。その本当に知らない人も含めて、知ってる人は当然楽しませて裏切らないのをやりながら伝えるために、やっぱ人間っていうか俳優同士のやっぱエネルギーの交換がちゃんとあるってことをすごく大事にしたくて、当然マイクもつくし、マイクつく芝居の時ニュアンスは乗せれるんですけど、でもなんかやっぱり目の前の人とやり取りするってことは絶対大事にしてほしくて、僕はエンジンが今日揃ってないところもなんかドラマチックでいいなと思って、それがなんか最後の本番の時に揃うっていうためになんかいいじゃんと思って、エンジンを組む、やっぱバンドをやっぱ組んでんだなって思いました。なんかそこを楽しめるかどうかって役者としても大事な気がするんで、なんかそれぞれのバンドで言ってくださったように、なんかあっちよりは負けねえぞってなって、なんかいけるといいなと思いました。はい、みんな読み合わせでしたけど、とっても急にやるよ、僕はドキドキしました。いや、ちょっと曲を早く4人でやりたい。そう一番ちょっとハッチやばい。一番やばいよ。一番やばい。指全然動かない。頑張って。あ、でもね、マジなバンドマン。もちろん。しかも経験者。あ、そっか。僕ギターで。マジ？すごいね。どうするの？どうします？一回帰ります。帰って考えます。うん、ナンバーワン目指しましょう。目指しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、今日初めて顔合わせで呼び合わせしたんですけど、まだまだちょっと緊張と、あと離婚に対してやっぱ大人なんで、僕ちょっと結構あの子供っぽいんで、ここからどんどん離婚を作り上げていければと思ってます。これから商売ロック、全体で本番に向けてしっかり作り上げていくので、ぜひ楽しみにしていてください。バイバイ。というわけで、初日の稽古が終わりました。はい、まあ本読みやってみて、本当にあんなシーンとかこんなシーンとかこの絡みがあるのかとか、本当にめちゃくちゃ見どころ満載で、魅力満載の物語になってますので、本当にお楽しみにしていただけたらなと思っております。頑張るぞ。今日初めて全員揃って、読み合わせをしたんですけども、まあもうワクワクが止まりません。ね、すごい曲ももちろんかっこいいし、皆さんのそれぞれの個性が、かわいいキャラクターたちに乗っかって、すごい楽しい、ライブミュージカルになると思いますので、まあこれが全4回、あるみたいなので、どんどん成長していく姿とかを楽しみにしていただければと思います。本番ぜひお楽しみに。